皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国そして世界中の皆さんに知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん相葉京子です。よろしくお願いいたします。では初めにこちらご覧いただきましょう。じゃーん、京都はんなり体験ということで、今回はですね、昨年の8月に、ね、ワイワイテレビにゲストで出演いただきました、あの初夏の劉明義先生の講座が始まるんですよ、ね、あの正しい筆の持ち方レクチャーとそのお稽古ということでね、開催いたしますので、6月の17日の日曜日の2時からの90分ということで、場所はあの京染塾南先生のね工房で西陣で開催しますので、詳しくは京都はんなり体験ご覧になってください。よろしくお願いします。そしてこちらじゃん、はい、こちらの方ですね。今回は、はい、和のイベントワクワク訪問記の第7弾としまして、いよいよ4回シリーズの最終回となりました、雅楽戯れ地田丹波公園仲間座の、ね、方で、ね、開催しておりますけれども、こちらの方が第4回目となりますので、いよいよですね、こう皆様にはね見ていただきまして、こう雅楽を、ね、楽しんでいただければと思います。はい、それではねちょっと早めでございますけれども、 CM からご覧いただきたいと思います。どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、へー、もうやよい子だけんめしな、そうですね それからもういくつ寝るとお正月、七五調やから分かりやすいですよね、はい、他にもたくさんありますよ。じゃあ現代曲にもどんなんがあるんかと思いますよね。じゃあ演歌の方では、あなた代わりはないですが、ちょっと年齢が離れているのか、ね、はい、分かる方はどうぞ大きく声で、そうですよね、はい、ちょっとこっちの方に来ると、うーん、こんなの分かりますかね。春のうららの隅田川、そういう風にしてこう演歌というか、そういうのも古い歌にもあります。じゃあもうちょっとこう近年になっていきますとね、うーん、他に何があるの？森さんってどうなんだ？おぶくろ、それは一番最後。じゃあ森進一のね、おふくろさんですから、ね、じゃあ最後おふくろさんって言ってください。おふくろさんよ、おふくろさん、どうやかそれ言ってしまうからね。まあこのように、言葉が七五調で、今もなんかこう馴染みのあるような感じ、演歌、それから新しい歌、そんなも七五調っていうのを知らない。今よという言葉が出たのは両人詐称で、後白河法が当時書かれた本の中に初めて今風のこと、当時今までやってたこととは違う新しいやり方、今風のことを 今よってこう書かれた、そのことが初めて出た言葉なんですけれども、この絵天楽今よというのは教科書にも載っています。ところが、まあ、これは近年宮内庁の方が作られたというのでございます。この七五調になって、歌を歌う、これは絵天楽の節回しで歌うということです。じゃあこの絵天楽今よ、ちょっと待って、今頭の中で春のうららのが出てるんやんか。大丈夫ですか？大丈夫かな？大丈夫。春のうらら、そうやな。
それでは今もなお息づいているということの中で、じゃあ今日は皆様に、出題をいたします。あるいは雅楽で、言っていくことが、今もなおというのは先ほど円盤とか安盤とか言いましたけれども、物事、動作、いろんなことで今もこういう言葉が使われているというのがたくさんございます。さあその中で今日は何回か練習してまいりましたので、一体どういう言葉なのかということをどうぞお当てくださいませ。いいですか？はい、それでは集合してくれましたね。はい、よろしくお願いします。ようちゃんは京都型の雅楽の演奏家でございます。まこちゃんはどこ？奈良奈良の南都型の演奏家なんですね。私は大阪の四天王寺の楽園。ゆうちゃん、あの太鼓を叩くとこでどんなして叩くの？ずん、どう？ずん、どうとして、はい、京都は京都はそれで叩くのね。はい、じゃあ、なんと方はびやびですね。うん、びやびですね。なんとは違いますよ。ずん、どずん、どう？そんなとこで叩くの？どずん、どずん、どうで叩くの？なんと方？なんとでございます。マジで？大阪はズーン。やっと叩かへんねん。そうなんですか。そんな人叩くのみんな。そうなんですか。じゃあ帝の前でそれをするときはいかんな。どうして合わせようかな。打つところがそんなんじゃダメだから。そうですね、打つところを合わせないと。わかりますか？合わせないと。わかりますか？手挙げてください。わかった方。わかってるくせに。どうですか？何の言葉でしょう？我々がやっていることは打ち合わせ。正解です。持ってきてるのでどうぞそれ差し上げます。はい、打ち合わせですね。それぞれの三方楽奏というのが当時ございました。ところが、伝わってきた楽器が違いますので打ち方とかが多少なりと違ったようです。でも帝の前で演奏するときはこうして相談をして、打ち方どこでどう打つかということを相談して、それを打ち合わせというのですね。はい、それでは第1問にもカレンダーもらってくださいね。第2問いきますね。先ほど、衣替えを歌ったのは、サイバラでございます。で、漏洩というのは漢詩に節回しをつけたのを漏洩というのがございます。それのスタイルは1の句、2の句、3の句というふうにこうブロックに分かれておりまして、1の句はまあ大体リーダーが歌います。2の句は若手で声の高い声を歌うという、まあ、魅力の方が2の句を歌います。3の句は、まあ、ベテランに見て長い息で歌うというのが3の句の役割でございます。じゃあ漏洩いきましょうか。わーき、1の句、2の句、3の句は誰が歌うんですか？あ、じゃあ僕歌うから。あ、1の句、1の句、あ、じゃあ2の句だね。2の句でございます。2の句で、あ、じゃあ3の句、はい、ね、はい、そんなこと打ち合わせで言ってへんかったもんな。ね、ずんどずんど言うてたもんな。はい、わかります。じゃあ僕1泣く、2泣く、3泣く、はい、よろしくお願いします。じゃあ僕が歌います、はい、いいですか？はい、わが君一
続かないやん。ちゃんと気が高いんです。高いんですよ先輩。どうしましょうまこちゃん。じゃあもう一回。はいですか。はい、おーやーそんなことでは二の句が 三の句につながらないやん。二の句がつながらない。二の句がそう、二の句がちょっと手を挙げてもらえませんか。答え言ってください。どうですか、わかりますか。そう、正解です。みーちゃん、ありがとうございます。二の句がつけないというのは、1の句から二の句に移りました。ところが二の句の彼が歌えなかったんです。ですから二の句が次に告げなかった、二の句に告げなかったんですね、はい、ですから、次の言葉が出てこないとか次の動作ができないというのに二の句が告げない。これはもう語学から来ているようです。今は昔から今の時代までどんどんつながっているということがテーマでお伝えしてまいりました。さて絵天楽は最新の絵天楽ができました。果たしてどんな絵天楽になったかということですね。それを、演奏させていただきましょう。絵天楽幻想という曲をさせていただきます。
実は今日は3月11日、追悼や、復興の記念をいたしまして、タロメの公演とはちょっと別の枠で今から非常に気品の高い我々がそういう時に必ず演奏する、また同じく絵天楽の違う調子のやつがございます。なかなかそれもお聞きいただくことはないんですけれども、これは粛々とする、曲ですので、皆さんはご一緒に心を添えていただきまして、向こうに気持ちが届けられるように少しのお時間を頂戴くださいませ。ナンバー公演、これにて終了とさせていただきます。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。緊張しますね、皆さん今日はお疲れ様でございます。先生方ありがとうございました。食べてください。ありがとうございます。乾杯。乾杯。ありがとうございました。どうもどうも。先生ありがとうございました。まこちゃん。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。課長風月。今からナンバーさんに
んかな、朝から煮込んでるから、ボタンあるどこでやる気なし、なんか言いながらしなかみちゃん、うん、ありがとう、大事しましょう、はい、どうしましょう、本当綺麗ですね、え、じゃあ甘えていいですか、あ、はい、よろしくお願いします、綺麗かどうか分かります、イケメンに入れてもらってます、顔を出してみましょう、イケメンだなんて、イケメンに振る舞います、緊張しますね、はい、ではお心を一つに、はい、ケーキ入刀でーす、おめでとうございます、どっちが、ありがとうございます、目線は同じ方向に、いいでしょうか、ありがとうございます、お幸せに、当年とって53歳こんな初めてです、ありがとうございます、はい、中村おかみの清子さんです、今日は、はい、ね、もう素敵なイベントありがとうございました、こちらこそ来ていただきましてありがとうございます、どうですか、主催なさってみて、開催してもう想像以上でしたね、社長の藤村さんとも、前代未聞の会になると思いますというお話をもう前もってしたんですけども、その想像をはるかに超えて、うん、もうあのとにかく感動、感動、そして感動、なんか雅楽をずっとやりたかったってね、さっきお話されてましたよね、いやいや、本当良かったですし、いろんなとこから皆さん集まっていらっしゃいましたね、本当に皆さんね、あの今回残念ながらあのお席の都合で来れなかった方たくさんいらっしゃいますので、はい、またあの次回も、はい、ぜひ続けてやっていただきたいなと思います、うん、会場もすごくもう素敵でしたよね、な皆さん良かったですよね、ギャラリーもそのようにおっしゃってますまた仲間に行きましょう、はい、お待ちしております、はい、キムさんありがとうございました、スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応、地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能、お問い合わせはこちらまで、ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ、お、掴んだ、お、落ちた、掴んだ、どうする、皆さんおかえりやす、ね、今回もねハンナリタイムはロシアンブルーアズが登場しましたけれどもね、また次回もお楽しみなさってください、さあそしてね今回は、雅楽戯れ一座丹波公演仲間屋さんでね開催しまして4回シリーズでお届けしまして最終回でございましたけれども、まあ日本最古のオーケストラということで雅楽なんですが、皆さんこう身近に感じていただけましたでしょうか、でこのね演奏会の後にあのみんなで今写真が登場してるんですけども、あのボタン鍋を食べましてね、こう丹波栗を食べたイノシシをね前日に取ってくれたのをこう味噌で煮込んで、すごく美味しいお鍋で丹波のね丹波産のお野菜でそして卵で食べるっていう本当に美味しい回でございまして、もう本当に仲間屋さんでいろんなこうイベントなさってますのでね、あのちょっと今テロップで上げさせていただいてるんですけども、ぜひねちょっとご検索いただいてこの清子さんにも会っていただきたいなと思います、清子さんご協力ありがとうございました、そしてもう一枚ね写真が登場しておりますけども、もう座長のね藤村さんのトークが本当に軽快で面白くて、こう本当に雅楽が身近に感じる素敵な回でございましたけども、今テロップにも上がってますけども、あの雅楽の、あのお稽古ですとか、そして一座のねあの公演の方もねこうずっと情報発信されてますので、ぜひね会っていただきたいと思います、では次回のワイワイテレビでお目にかかることを楽しみにしております、お越しやす